国鉄多機7750系貨車は、1967年に登場した日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式は、1967年から1993年にかけて、総数289両が、日立製作所、富士重工業、日本車両製造、川崎車両、三菱重工業にて製造された35トン積の火星送大機、火星碇専用の私有貨車である。記号番号表記は、特殊表記符号、を前置し、小滝と表記する。本形式の他に、火星送大機を専用種別とする貨車は、タム900系、タキ1400系、タキ2600系、タキ2800系、タキ4200系当日に29形式が存在し、35トン級としてはタキ4100系、タキ4200型に次ぐ両数の形式であり、タキ7750型は軽量化、保安度向上がなされた形式である。1979年10月より火星品、分類番号、新81が表記された。タンク体はドームレスの磁気円筒型、二訳方式は S 字管を用いた圧縮空気による上入れ、上出し式である。内部には純度保持のためゴムライニングが施され、外周には保温のため厚さ 50mm のグラスウール断熱材と薄鋼板製の外板が設置されている。1967年から1976年にかけて製作された小滝7750小滝47791は、車両により、側両があるものとないものが存在する。1976年以降に製作された、タキ 47792 号は、保安対策車として製作され、タンク空容積が 7% 以上増加し、大型化したため、タンク長が延長されている。台車は、小滝7750小滝37767は、当初、平軸受け、板羽式のベッテンドルフ台車 TR41C であったが、後にコイルバネ式の TR41DS-12 に改造されている。小滝 37768 小滝 47767 は平軸受け、コイルバネ式の TR41E-12、小滝 47768 小滝 57772 は、コロ軸受け、コイルバネ式の TR225、小滝 57773 以降は、改良型の TR213C である。さらにその後、東和合成が所有する一部の車両は、他社から転用した TR225 へ換装した車両もあった。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、日本貨物鉄道に267両が継承され、JR カゴも1993年まで製作されたが、1995年度末時点では248両が現存していたが、1996年度からトータが始まり、以後は老朽化やコンテナ化などによる輸送体系の変化により、廃車が進み、2010年4月の時点では24両が在籍している。ありがとうございます。